ルディ・シテファンはドイツの作曲家。第一次世界大戦で戦死したが、生前はドイツ音楽の行く末を担う存在として将来を嘱望されていた。フランクフルトでベルンハルト・ゼクレスにミュンヘンでハインリッシュバルツとルドルフ・ルイに支持した。1908年に修行後もミュンヘンに留まった。いかにも中立的な名称を好む傾向ゆえに、 第一次世界大戦後の新速物主義の先駆者とみなされているが、作品は恐ろしく表現力に富んだ高期ロマン派の音楽語法で作曲されており、むしろ表現主義音楽の先駆者と呼ぶにふさわしい。父が数密院古文館であったことから、初期作品の上演が経済的に可能であった。当初は無理解にあいながらも、還元学のための音楽のボルムス書演が重大な、 突破口となった。唯一の過激、最初の人類は第一次大戦勃発の直前に学校されたが、フランクフルトにおける世界初演は作曲者が東部戦線で銃弾に倒れてから5年後のことであった。ありがとうございます。